こんにちは。人にもうね借金なんてするもんじゃないというね、このパラドックスに今回はフォーカスしてお話をしていこうかと思います。吉谷さんは以前信頼していた人に100万円を貸してね、それがいとも簡単に、まあ、いわゆるね持ってかれて連絡がつかない非常に悲しい経験をしました。でそれ以来もう人に金は貸すもんじゃないなと固く心に決めたと思うんですよ。で多くの方もですね、人にお金を貸して痛い目にあったからもう貸さないぞっていうふうに気持ちを決めるんですよね、うん、である女性はこんなことを言います。今までいろんな彼氏と付き合ってきたけども、どうしてもね自分の寂しさを紛らわせなかった、だからいつも一緒にいてくれる人じゃないとダメだとかね、男性はいつもね自分の夢とか仕事に逃げてしまって自分のことをほったらかすからもう恋愛したくないなとかね、そういうことを言ったりとか、なかなかね、男性を信頼することができないんでちょっと時間をちょうだいみたいなことを言います。この2つのエピソードって実はね共通点があって、それがパラドックスなんですよ。どういうことか分かりますかね。例えばお金に関してですけども、100人の人にお金を貸して順番に裏切られたとします。一人も帰ってきませんでした。で今度101人目の方がいらっしゃってね、ねえねえお金貸してくんないかなって言うとするんですよ。そしたらその方はね、今まで100人に貸して一人も帰ってこなかった、だから私はもうお金貸しません、すいませんって言うんですよね。その時に起きたパラドックス、101人目の方はこういうふうに言います。いやあなたがね何人にお金を持ち逃げされたのかどうかってことは私と何の関係があるんですか。私が持ち逃げしたわけじゃないですよ。私はその100人の人と全く別の人間なんで、100人の人が持ち逃げしたのを自分の私のせいみたいに言われるのはちょっとおかしいですよ。いやもっと言ったら、そもそもねあなたが今まで自分が人を見る目がなかったから100人に貸しちゃいけない人に貸して持ち逃げされてるんでしょ。あなたのせいじゃないですか。なんであなたの責任でそういうふうにお金が取られたことを、返ってこなかったことを、裏切られたことをね、私に対してその責任を取らせるような、あなたには貸しませんっていうふうになっちゃうんですか。それおかしいじゃないですか。あなたはおかしいです、全然お金のこと分かってませんよみたいなことでね、これパラドックスなんですよ。でさっきの女性の例も同じです。今まで何人との男性うまくいかなかった、だから次の恋愛にちょっとねネガティブなんですとかね、男性のこと信頼できないんですっていうのはいいですけども、じゃあそのね数限りなくうまくいかなかった男性と初めてお会いした私と何の関係があるんですか。あなたが失敗してきたその全てはね、私のせいになんでなるんですかっていうことなんですよ、ね、これがだから先入観の恐ろしさですよね。ちょっと話整理しますけども、皆さんもね、そして私もですけども、今までいろんな経験 してきましたよね。失敗あり、成功あり、思い込みあり、勘違いあり、いろいろありました。でも今日目の前にある現実ってのはそれとは全く関係がないっていうふうに考えた方がいいと思うんですよ、ね、今まで100遍失敗してきました、だから情報操作に騙されてきたから、だからね次の挑戦ってのが億劫になるのはまあ分からないでもないですけども、今までたくさん失敗してきたから、失敗した経験があるから、だからこそ次がうまくいくって考え方もあるんですよ、ね、もう次は大丈夫だろうっていう風なね感じですよね、こういう風に考えてみてください。サイコロを振ります、5回振りました、ね、5回振ってずっとね偶数だったんですよ。次はそろそろ奇数出るだろうっていう風に考えたくなりません、ね、でも今まで何回振ろうが次に振る1回ってのは常にね偶数奇数ってのは2分の1なんですよ。ずっと変わらないんですよ。なのに今までの経験っていうのがなぜかね未来に影響を及ぼすっていうふうに勘違いするのは、果たして私たちがね、物事を正確に見れているのかどうかってことなんですよ、で私はねはばかりながら40歳まで何一つうまくいかなかったです、やってもくれても商売も人生も恋愛もうまくいかなかったです、ね、お金もやればやるほど減っていきました。むしろ逆借金ですよ。その一本気な性格、やったらやり尽くすみたいなのが全て裏面でしたんですよ。でもなぜかネットビジネスっていうのにやるときに同じようにやり込んでいったら今度はうまくいったんですよね。これ私今までの経験を元に考えてたらうまくいかなかったと思いますよ。やってなかったと思いますよ、どうせダメだろうと思ってたと思いますね、いろんな例えばネットワークビジネスやってきたけども、ネットワークビジネスはもうねダメなんだっていうふうになるんじゃなくて、ネットワークビジネスの取り組み方がおかしかったんだろう、今までの経験からどう分析してどう成功率を上げていくかなっていうふうに考えた時に法則ができたんですよ。私はネットワークビジネスの
初期費用が安いこと、紹介をしないつもりだったらやらないことで、自分の許容できる範囲のリスクをかぶることね。まだ他にもありますけども、大体こんなところでしょう。でそう考えていくと、ネットワークビジネスに参加するときに初期費用が1万円以下のっていうふうに、私はねもうハードルを設けることができたんですよ。でそれが私の許容できるリスクなんで、1万5000円だったらもうやらないんですよ。であとね、紹介が、自分がね紹介が出せそうなものに限るとかね、サプリメントとか化粧品とか、そういうのは私苦手だなと思ったんでやらないとかね、まあ、例えば車のネットワークがあってもやらないと思います。車好きのお友達が多いわけじゃないん でそう考えていくと、自分の扱えそうな商品はだんだん絞れてくるんですよ、今までの失敗があるから。で自分が取り組みやすいビジネスっていうのも見えてくるんですよ、今までの失敗があるからね。でどういうふうにやったら自分が失敗のパターンに入るのか、ものが見えなくなって強量になってしまうのか、視野が狭くなるのかってことも今までの失敗から分かるわけですよ。そういうふうにして、失敗すればするほど、今までうまくいかなかったことが多ければ多いほど成功率が上がっていくっていう、私は考えるんですよね。でも通常の方ってのは10回失敗したら11回目も多分うまくいかないだろうっていうふうに考えちゃうんですよ。要はね、今までやってきたことをどの角度から見るか、そしてどういうふうな使い方をするかなんですよ。と思いません？まだありますよ、言い方は。銃がありますよね。銃バンバンバーンと撃ってみました。そしたら実弾が出て、向こうの壁がねバーンと壊れたんですよ。怖いですね。次頭に向けて撃ってみました。できます？そんなこと。でもね、できる人がいるんですよ、これを、ね、例えばマグナム44ね、あの大きな銃ですよ、あの次元大好きが持ってるマグナム44ね、バーンって、ね、すごい貫通力があると爆発しますよ。もう殺傷能力絶大で、それを次元がね6発撃ったんですよ。バババババーンと6発撃ちました。で次頭に向けて撃つんですよ。どうなると思います？頭吹っ飛びますかね？違うんですよ。空になっちゃったんで、もう弾出ないんですよ。だから6発撃った後に頭向けて撃つと、何の傷もないということになりますよね。ってことは、失敗するだけしたらあとは成功するしかないっていうふうな領域があるんですよね。私がずっと商売をやってきて、この商売もやった、あの商売もやった、その商売もやった、店舗もやった、会社もやった、人も使った、だけどダメだった。ということは、残されたのは今までやったことのないビジネスだな、ネットビジネスってなったわけですよね。筋通ってますよね、うん、だから私はね、何かで成功していたら、麻雀店が成功していたら、この今の暮らしはないです。だから麻雀店失敗してよかったと思います。従業員が離れていってよかったと思います。店が潰れてよかったと思います、ね、自分の会社が何社も潰れてきて本当によかったと思うんですよ。だから会社の倒産って悲劇ではない場合があるんですよね。店舗がなくなることって新しいスタートなんですよ、うん、今まで見えてなかった新しいチャンスが見えるんですよ。店が潰れましたって、店をね解体したら地下に金塊が埋まってたみたいなね感じですよね。でも店が順調だと埋まってる金塊に100年経っても気づかないから、わあお店うまくいった、やった、成功だと思いながら大失敗してる、大損害出してる恐れがあります。というふうにね、お話ししました。吉谷さんの100万円の問題になりますけども、吉谷さんはね、100万円失って、私はね、本当に良かったと思います。そのたった100万の経費で今の暮らしが変えたと思えば、ただ同然じゃないですか。でも仮にね、反対に考えてみると、その100万円を持ち逃げしてしまった人っていうのは、吉谷さんっていう人の縁をたった100万で失ったんですよ。もったいないですね。今からでも、1000万払って戻ってきた方がいいですよ、その社長さん。私はそう思いますけどね。皆さんどう感じでしょうか。それでは失礼します。